ただ今本当に朝日が眩しすぎて夕焼けが綺麗なのかどうかっていうのはちょっとわからない状態になってます。こんにちは、ちゃんぽんです。今回はこちらの日暮里谷中散策マップをもとに日暮里駅周辺のおすすめ散策スポット寺町ぶらり散歩コース一周、どれぐらいの時間で回れるのかというわけでゆっくり散策しながら回ってみました。回るスポットは下五院電橋、トレインミュージアム、本行寺、京王寺、富士見坂、上皇寺、諏訪神社、西日暮里公園、清雲寺、首相院、夕焼けだんだんと谷中銀座、岡倉天心記念公園、大円寺、前昭庵、三崎坂、観音寺の追事塀、御殿坂、こちらの16スポットとなっております。日暮里駅は JR 東日本はもちろんのこと、京成電鉄の本線成田スカイアクセス線もあって、また東京都交通局の日暮里舎人ライナーも通っていて、これらに乗り換え可能な接続駅ということで非常に大規模な駅となっております。そんな日暮里エリア谷中の寺町は谷中霊園を中心に西日暮里3丁目にまたがって60以上の寺町が連なる大規模な寺町です。東京には大きな寺町があるんですが、この大きな規模で、しかも第二次世界大戦の戦火を免れたのはここだけだそうで、現在でも歩いているとそこらかしこにお寺を見ることができました。ただし明治維新の時の上野戦争では戦場となって焼けてしまったお寺が多く、そのため多くの道具は明治以降に再建されたものだそうです。話をしていても実感が湧かないと思うので、早速日暮里に行ってみる。おはようございます。ただいま午前6時5分、今日は日暮里駅に来ております。駅の中に置いてありましたこの日暮里谷中散策マップというものを使って、このマップ通りに見物していこうかなと思います。それでは行ってみる。撮影しているこの場所は日暮里駅の改札北口のすぐ目の前にある下五院電橋という橋で、早速この地図の1番に当たります。はい、2つ目の本行寺に到着しました。はい、3つ目の京王寺に到着しました。京王寺を出て右に曲がった道が諏訪台通りと書いてありまして、こちらが諏訪台通りです。4つ目のスポット、富士見坂に到着しました。都心にいくつかある富士見坂のうち、最近まで地上から富士山が見える場所だったらしいんです。平成16年には関東の富士見百景にも選ばれているそうですね。4つ目の富士見坂のすぐ後ろ側に5つ目の上皇寺がありました。上皇寺のすぐ横には諏訪神社という神社が建てられています。この諏訪神社が6個目ですね。はい、6つ目のスポット、西日暮里公園にやってまいりました。都会の喧騒も忘れるほど静かな公園ということなんですけれども、ちょうど今電車の音が聞こえてますね。駅からも近いですね。この辺りの台地は眺めが良かったので、江戸時代から人々の憩いのスポットだったようです。公園を出ると東京都道457号道館山通りと、右手には西日暮里駅が見えます。はい、あの奥に見えるのが西日暮里駅ですね。現在の時刻が午前6時25分なんですけれども、結構人がたくさんいますね。7つ目のスポット、清雲寺に到着しました。9つ目のスポット、首相院に到着しました。こちらの塀には四季をモチーフにした布袋様が描かれています。ポポというお店で買ってきたサンドイッチを食べたいと思います。ポパイ260円っていうやつと、あとこのミックス、これも260円、この2つ買ってきました。具が溢れそうなぐらい具沢山ですね。手作りのサンドイッチってなんでこんなに美味しいんでしょうね。ミックスはすごいボリューム。夜店通り商店街です。谷中銀座商店街です。結構レトロな雰囲気ですね。目の前に夕焼けだんだんが近づいてきたんですけれども、今朝早すぎて朝日が眩しすぎるという、逆の状態になっております。はい、10個目のスポット、夕焼けだんだんに到着しました。この夕焼けだんだんという名前は一般公募で名付けられたそうなんですけれども、ちょっとねこれは本当に夕焼けが綺麗な道らしいんですけども、この階段の上から谷中銀座商店街を見るのが夕焼けが綺麗なんですかね。ただ今本当に朝日が眩しすぎて夕焼けが綺麗なのかどうかっていうのはちょっとわからない状態になってますが、きっと綺麗なんでしょうね。
次に目指すのがこの岡倉天心記念公園です。この辺りはこのスポットに入っていないところでもお寺がいっぱいありますね。はいはい、11個目のスポット岡倉天心記念公園に到着しました。この公園には綺麗に整備された公衆トイレがあります。はい、12個目のスポット大圓寺に着いたんですけれども、このお寺の塀レンガ造りでなんかすごいですね。こちら側はなんか石の塀なんですけれども、すごいなんか歴史を感じます。はい、13個目のスポット禅勝庵さんに到着しました。すごい街中にあるお寺としてはすごい大きいですね。で14個目のスポットはこちらの坂道自体が、三崎坂というスポットになってます。15個目のスポット観音寺の築地塀に到着しました。江戸時代に築造された土塀で、土と瓦を交互に積み重ねて作った土塀に屋根瓦を吹いた珍しいものとなっているようです。日暮里駅に戻る途中、朝倉彫塑館というミュージアムも途中にありました。この商店街は昭和の香りがすごいですね。さあ、そして16個目のスポット御殿坂に到着しました。以上で16スポットすべて散策完了です。一つ一つのスポットでまあまあゆっくりと見物したり、途中西日暮里駅前の行列のできるサンドイッチ屋さんで朝ごはんを購入して公園で食べたりしてのんびり散策できました。かかった時間は午前6時開始の7時半終了で1時間半といったところでした。規模の大きな寺町や懐かしい景色が見られる夕焼けだんだんなど見どころも多いので、時間があれば見て回ってみるのも楽しいかもしれないので、参考にしていただけると幸いです。また今見ていただいている映像は西日暮里駅から見える線路の様子で、画面いっぱいに広がる線路、たくさんの列車が行き交う様子はいつまでも見ていられますので、電車が好きな方はこの線路の様子を見てるだけでも楽しめるでしょう。今回の内容は以上です。今回もご視聴ありがとうございました。